も元気ジョソラジ、おっぱじまったよジョソラジ。女装パフォーマーブルボンヌが色とりどりの皆さんとご一緒に耳で楽しむバーのようなネットラジオへようこそ。この番組はほげる日ものんけぶる日もキャンピーと株式会社キャンピーの提供でお送りします。女装ラジ、はい、第4週はメインタイトルと同じ女装ラジ。ドラッグクイーン、女装家、女装パフォーマー、いろんな呼び方はありますが、パートナーもゲストさんも女装尽くしでお送りします。パートナーは、ブルボンヌの四半世紀の女装ショーの相方、いつでもみんなを元気にさせちゃう、ワクワクさせこさんです。やる気、元気、性的、ワクワクさせこでございます。皆さん、ご無沙汰です。考えてきたわね。そう、事前にね、メモしといた。メモしもうすぐ忘れるからね。はい、そして、はい、ズームの画面でニヤニヤされていますけれども、今週のゲストはなんと、オッシーさんです。どうも、すごい。声だけなのよね。変な感じよね。そうなんです、ね。どうも、星井です。星井先生、お迎えしました。まさに降臨ですよ。ご降臨。いや、もう降臨、降臨。日本女装界。ここが指しておられる。日本女装界の、まあ、天上界に君臨するゴージャスクイーンの一人でしたね。そうです。私たち、ガキ畜生とかその辺ですか。そうね、ピラミッドの天界の。方にあるね。すいません。はいはい、ねえ、あのジョソラジ始まってからしばらくのゲストさんは、うん、いわゆるアッパーキャンプというね、うん、同じ女装集団のフル株仲間の皆さんに立て続けにね、エスムラルダさん、肉の王子肉よさん、バブリーナさんと出ていただいて、そうね、ちょっと同窓会的な感じ。だったわね。そうなんですよね、うん、それ以外の方は今はそんなに活動されてない方とかも多かったので、うんうんうん、そろそろアッパーキャンプ以外に行くタイミングねと思ってたんですけども、しょっぱなから大先生に来てこの方しかいらっしゃいませんよ、うん、本当にお世話になります。よろしくお願いいたします。欲しい先生、こう先生呼ばわりがなんかイラッとなんかもう定着しちゃったね。しわけありません。ほら、若い頃はさ、まあこんなことやってるような人間だからさ、うん、先生なんて呼ばれる人にはろくなもんはいねえと思った。そしたらまんまとてめえがね、呼ばれるようになって、まあ先生ってほらさ、まあもちろんこうやってね、親しみとかさ、うん、まあ自分で言うのもしょっぱいけど、うん、尊敬とかの意味もあるけど、ちょっとした揶揄もこもってるじゃない、うん、先生っていうだけでそこすっきりできるようなさ、なんかこうダブルミーティング。なるほど。まあでもそこも、なるほど、そういうところの意味も分かってるから、まあ引けるわよ、うんうんうん、いいわよって感じで、まあ。確かにうちらもどっかで先生ってつけときゃいいかなみたいな。あるでしょ。いやいや、私は本当に欲しい先生って、もう尊敬、リスペクトでしかね、ないんですけど、でも確かに2丁目に来てる、ちょっと素人っぽい、女装の方のことも先生って呼んだり、その問題ね。あ、ダメなんだっけ、これ。女将の方を先生と呼んだっていう。の方を基本的には先生って。そうそう、でも、あるよね、そうね、でもミラトリーがミラになっちゃった、私もね、趣味以上だからね。うん、趣味以上だから、ね。佐世子先生ですよ。それこそ悪い意味が。でも本当、うん、一部のね、若い女装さんとかにね、佐世子先生とか、うん、もしかしたら呼ばれてるかもしれない、ね、な, ないかな。そんな人いない。いやいや、もうね、先生、あ、先生ってまた呼んじゃったわ。いや、もう、もういいんですけどね。結局しちゃいましたしね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でも、まあ、今やそんなね、女装界、うん、まあ、先ほどざっくり、うんうん、ナンバーワンっていうのは、ちょっとね、こう、いろいろと
問題もあるかしらって思ったので、天上界の方というふうにぼかしてみたんですけど、なるほど。天上界にざっくり他にはどんな方がいると星井さん目線では思いですか？やだ、厳しい質問、ね、すごいこと言ってくるわね。でもさ、まあ、世代で言ったらほら、うん、シモーヌさん、やっぱそうですね、シモーヌ先生、マーガレットさんとか、マーガレットさん、うん、もうババアばっかり、ババアとりあえずあげときゃいいね。ババアは天井ね。じゃあ今のところその三国志みたいな感じで年代的にはそれぐらいなんじゃない、ね、近いに、うん、まあ、近い近い言ってもここ何回も言ってるけど、私マーさんとよく一緒に昔はね、うん、ツートップみたいな感じで、そうですよね、することあったから、うんうん、割とセットみたいな見られ方して、あのミーシャさんのコンサートツアーもね、そうですよね、アウンのゾーみたいな、だからなんか深いと思われてるっぽいんだけど、実は14個違うんだよね、うん、結構違ってた、7個、あ、ちょっと、あれ、私もね、14も違ったって、14は違う、7、14違うのは、ごめん、リル・グランビッチさん1つ下じゃないか、しかも下だね、そうそうそう、そう、7、でもまあまあ違いますよ、ね、どうなのよ、だから小学校6年生挟む、そうよね、1年生挟むぐらいの感じ、そうそう、小学生と中学生の違いはある、そんな違うんですね、シモーヌさんとあのマー様はほぼほぼ同じぐらい、ほぼほぼ一緒、そうだよね、うん、やっぱあの2人が西と東の魔女というかババ様だったのよね、天才から魔界の方に行っちゃってるからな、うん、あ、そうなの、魔界か、うん、魔界が納得しちゃった失礼しますなるほど、ね、まあ、だから星先生が活躍中の東の魔女としては今いろんな意味で、ね、そうですね、関東ではそうなるのかな、うん、ね、もう常にあの宝塚のトップのようね、ような感じです、もう今、ほら今先生方はもう戦火って言いかけたでしょう、いや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 、お二人が戦火って、星先生は、まあ、現役の方のと現役です、あ、もう下手さんは戦火、いやいやいや、怖い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 、現役ですよ、現役現役現役、ダイヤモンドフォーエバーです、そうですそうです、フォーエバーなんですから、フォーエバーえ、そうか、掘り下げると怖いわね、うん、芸歴っていうお聞きしてもいいんですか、デビューとか全然聞いたことがなくて、うん、ここから女装ですみたいなきっかけって割とつけられると思うんだけど、うんうん、割とゆるゆるって感じで、うん、今から始めますみたいなノリじゃなかったから、あ、そうなんですか、そうそうそう、パリピのファッションがどんどん派手になってって感じですよね、そう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 、あ、だから割と選手が難しいんだけど、うんうんうん、どうなんだろうな、なんかもう完全にいわゆる女っていう体裁のカリカチュア、うん、大げさな女みたいなことで、うんうん、装いってことで考えると30年ぐらい、30年ですか、うんうん、でも1990年ぐらいってこと、そうね、もうちょっと、うん、そうだね、そんぐらいだね、そっか、うん、でも実は東京のクイーンってそのくらいからバババってきたんだよね、あのやっぱり亡くなったアキさん、伝説の2丁目のアキさんが常設のバーでライトとかクラブを作ってくれて、そこからやっぱバババッと生まれた人が多いよね、そうそうそう、だからそれ以前に自分は逆に2丁目にはいなかったもん、うん、へえ、どちらに、そうだから私割と、うん、まあ、他の番組配信の番組で同じような話をしたんだけど、うんうん、最初、まあ、東京に出てきたのが18でしょ、うん、8歳、うん、まあ、その頃から、まあ、ちょっととっぴなことが格好とかが好きだったりとか、まあ、そういう文化の方の勉強をいわゆる現場っていうか、うん、日本の現状東京とか知らないわけ、田舎の子だから、うん、調べるとやっぱりどうしたって海外の方が情報としては入ってくるのね。なるほど。情報とで、そうするとやっぱりさ、海外の方とかはさ、ウェイとかさ、ファッションピーポーみたいなのとかさ、うんうん、が情報で入って、あ、こういう感じなんだわ、東京もなんて思って出てきたら、東京は逆にすごい、まだその頃はもうクローゼットの世界で、うんうん、クラブなんてものもないから、
クラブ文化もないわけ。ストレートもディスコ文化みたいな感じでしたっけ、まだ。うん、だからサザエとかもあったけど、うん、はいはいはい、ああサザエでもまたあれってなったわけよ。 うちの同居人のババアとかだと、あのファッション仲間と椿ハウスとか行ってたって。何椿ハウスって。あったあるのよ、伝説の伝説の椿ハウスね。そうなんだ。ファッション系の人とかが好んで行った、あ、なるほど。そのクラブというかディスコというかなのかな。まあ飲み屋さんとかにも、まあ、いわゆるゲイデビュー東京出てきた時に行ったら、逆にそんな調子で行っちゃったもんだから、私も変に迎合できない、変にちょっととんがってたところがあったから、逆に悪目立ちしちゃったもんで。わかりますよ。排斥されるか、逆になんていうの、おもちゃにされちゃって、うん、なんか仲良くっていうよりも、変な襟巻きトカゲがいるから見て、みたいな。まあまあ、しょうがないわよ。まあ、なるほど、なるほど、うんうん。ちょっと居場所じゃないってなった時に、いわゆるもっといわゆる広い世界っていうのもなんだけど、のんけさんの世界の方のクラブ文化っていうのがピューってちょっと出てきた頃に、そっち遊び行ったら逆にそっちの方が居心地よかった。へえ、わかる気がする。そうなんだね。そっちでなんかブイ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 遊んでるうちにクラブ文化っていうのもだんだん浸透してきた時に、まあ、それこそさっきお話しに出たアキさんが2丁目にクラブを作るって話ね。でそこでなんかまあ誰かこうそういう雰囲気を出せる人っていうか常にいてなんかこうパーティー的な感じのものを出せる人いないって話になった時に、人づての紹介で私紹介されて、でお会いしてそこでディライトができた時に、それこそ初期毎週金曜日女装で入ってたの。レギュラークイーンやってたんだ。そうなの。だからまあママさん的な感じではあるんだけど、ママの仕事で一切しないで、ただ似て酔っ払ってればいいんだって言われて、でも本来のドラグクイーンってオブジェ的な存在だもんね。だから毎週金曜日と、あとイベントのある土曜日日曜日にたまにイベントが入った日、金曜日はもう固定で毎週金曜日にそこに入ってたの。でそこから2丁目にもう呼び戻されたみたいな感じだから、うん、でも逆にそうなんですね。だから逆に言うね、2丁目の方でもともとほら、バースデーの時にはママさんがこう女装してっていう文化もあったと思うんだけど、そこは私知らなくて、はいはい、反応できちゃったもんだから、人工恵子さん時代のね、ママ女装文化急に来た人みたいな感じだもん、逆に。なんか知らなかった。うちほら、ゴールドの月1とかでは、ママ女装文化の方々が、割とゴージャスにね、ご紹介されてたんじゃない。ミスアメリカとかやってらっしゃる、ね。そこってぶっちゃけ圧力とかあったんですか、こういうの。やっぱ聞いとかないと。そういう感じになっちゃったもんだから。やっぱあったあったというよりも、行かなかったのわざと。ああ、そっか。ああ、なるほどね。あ、そういう感じなんでしょみたいな感じで、逆に私行かなくて。だからラジオシティのゲストとかも逆に行ってなかったの。そうなんですか。もう全然関係ない、いわゆる、ゲイナイトと関係ないところを選んでいくしてたな、なるほどね。でも考えてみたら、私、ラジオシティのあの、マッチョがお立ち台で並んでるような光景の中にホッシーがいた記憶ないの。そうなのよ、そうなのよ。そうね、ミスアメリカとミスフランスみたいなところにもまだホッシーさんはいらっしゃらなかった。ね、そうそうそう、イメージは。だから、いわゆる2丁目の飲み屋文化の中で脈々と、こうあった女装文化とはちょっと異質だった。なるほど。まあ、でもそこで多分ね、そうそう、東京もクラブクイーン文化がはっきり生まれたから、やっぱホッシーが象徴的な人なんだよね。そうだね。タイミング的にはそうなんだ。もともとあれかと思った、なんか2丁目とかから、こうそのクラブとかが始まったのかと思って、そういうわけじゃないんですね。変な話、しがらみがなかったから、あの、なんていうの、あそこのままに顔立てなきゃとか、そういうのは全然なかったわけ。そうかそうか。だからめっちゃ自由だったし。自由にね。自由にしちゃってたもんだから、ちょっと意地悪もされたけど。ああ、そういうの聞きたいわ。だけど、付き合いがそもそもないから、そうかそうか。そう、ガチンコにもなんないわけ。確かにね。こう、普段いるコミュニティがあったら、そこの中でネチネチやられるけど、合わない人っていじめようがないから。じゃあ、欲しいっす。先生、その頃、その2丁目に、あの、うん、その、
飲みに行ったりもなかったんですか、その。そう、だから今までに飲み屋さんとかに全然行ってないんですね。うん、そうなんだ。なるほどね。でもやっぱ地方のゲイナイトの話とか聞くと、うん、やっぱ飲み屋さんの文化ありきでしかやれないとかあるみたいだから、うんうんうん、東京とか大阪はクラブ文化だけで独立できたっていうね、うん、これは大きいかもね、うん、そうですね、へえ、初めて聞きました。そうなんだ、だから意外と、うん、本当にそれこそ出てきた時はなんだあれって感じだったと思うよ、あの、でも当時のうんうん、ちょっとまあそこら辺で顔を聞くような人たちにとって目の上のタンコブだったと思う。綺麗な綺麗なタンコブ。何でもあったと思う。海外のやっぱクラブベースのクイーンの文脈にはやっぱ近いから、うん、海外型クイーンっぽさみたいなのやっぱ飲み屋さんの周年のショーではないスタイルがここから生まれたんだろうなと思うし、さらにほらそこでさ周年パーティーの会場にしようってんでさ、また違う文脈から私とか佐世子みたいなのがそこに上がり込んできたりするわけじゃない。あの飲み屋のノリもなくクラブの格好さもなくパソコン通信でつながったオタクたちがなんかお笑いショーみたいなのをやりに来たっていう、また新しい派閥の女装が来ちゃった。すごいよねあれ、新しかったわ。何これと思ったもん。でもね、ホッシー先生は最初から優しかったんですよ。なんか私もそういう記憶が、そう、はい、別物として面白がってくださってた感じがあって、そう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 、あの美意識の高いクイーンさんからは割と厳しい目でも見られ、っていう、まあでも、ね、種族よね、うちらはね。そうね、まあでもそうだろうなと思うよ、ね。まあそう思う。許せなかっただろうな。わかるわよ。でもそっか、やっぱ星先生もそういうところから、うん、何のしがらみもないところでこう自由にしてこられたからこそ、なんかうちらのうちらのああいうのも受け入れてくれる、なんか土壌っていうのを持ちだったのかな。表現形態はまるでベクトル違う、ね。違う。本当にね。180度違ったっ。立場的には一緒な感じだったんじゃない？なるほど。嬉しいね、そう聞くとね。なんかもう本当に、うん、王道のドラッグクイーン、クラブシーンのドラッグクイーンというのは、その、もう確立したのが星先生たちって思ってたから、うんうんうん、なんか、うん、ねえ、うちらはもう何しに、ねえ。まあ本当破壊的。メイクも破壊されてたし。で、ちゃんとその先生かな、例えばなよちゃんとか、ちらにもちゃんと絡んでくださるという、うん、なんか そのなんて心の広い人なんだと思ったもん。やっぱ下手者好きなんですよね、あの星さんって。こう映画とかの趣味とか見てても思う。あ、まあね、まあね。そうかそうか。まあね。まあねっていうのも失礼だけど。いやいやいや。下手者ですよ。報われない存在とか大好きなのよ。あ、大好き。そっか。それは私たちのことか。いやだから特に佐世子さんにいつも構ってくださるでしょう。そう。いやだから本当にあのツイッターとかで、いやこれプレッシャーに思わないでいただきたいんですけど、なんか本当に私とかにのしょうもないあれにコメントつけてくれて、本当に夜中とかにじわーってこう、嬉しく、もうじーんと来る時がある。うん。あ、ここをちゃんと見てくださってる人がいるんだっていう。それが星先生、しかも星先生。すごいよね。四半世紀ずっと救われてるってすごい。じゃあもうね、まあ、もう救いようがないからよ。いや本当だって、最新の星先生のね、うん、お作りになったものも、うん、赤ん坊少女たまみちゃんバッグだった。そうそうそう、おしゃれ。どんだけね、報われないいびつな存在が好きかっていう話ですよ。たまみちゃんなのよ。ねえ、たまみ、私は悪い子でした。でした。そう、最後言う、認めんのよ。分かっていてもね、やできないんだって、いい子に。あのちょっとドリューバリネコさんに近いものがあるんですけどね。でも私、うん、多分優しいっていうよりも、うん、本当に多分無関心なんだと思う。あ、だから、うん、そう、うんうん、まあすごいもう身も蓋もないけど、基本まあ興味なんていうのかな、あんまりこうグイグイこうそっちに行かないっていうか、うんうん、ところがあるんだと思う。だから優しい人って怒るじゃん。
うんうん、私のことじゃないしっていうところがちょっと根底にあるから、うん、基本優しいわけではないんだと思う。私も系統は多分星先生に近くて、うん、あんまり若い女性のことをブーブー言ったりはしないけど、うん、そうだね、ブルちゃんそうだね。多分ミッツとかの方が本当は優しいんだ。そうなの、そうなの、構うじゃん。あの人ちゃんと蹴りながら育てようとするけど、すごい怒りそうだ。割とちょっとすごい明後日の方向に行っちゃったりするんだけど、何の人のやり方もね。そうそうそう。時々本当に切れられてるっていうね。本当に。ね、切れるよっていうこともあるし、ね。そうそう。でも根底は優しいのは実はああいう人の方だと思う。だと思う。かまったりね、うん。なるほどね。あ、文句言って結局文句言って興味あるってことだもん。ね、あ、まあまあまあ、そっか、ケチをつけるというのはそういうことなのか、そっかそっか。あの話が前後しちゃうんですけど、うん、出てくださった方に大体ちょっと幼少期とか、うん、学生時代どうだったかみたいな話をちょっと言える範囲で伺ってるところがあるんですけど、うん、あ、別に子供自体のこともないんだけど、ね、でもね、石井ってどこ出身でしたっけ。私山梨。山梨だ、そうだそうだ、私あのラジオ行ってる時にその話伺ってたんだ。そうよ、桃太郎の経緯を。え、山梨なんですね。そっかそっか。フリー家財よ。武田信玄。武田信玄。武田信玄っぽくな。でも奥さんかな。そうなの。いや、でもね、自分で言うのもなんだけど、変な子だったとは思う。なんか、あれですか、うん、なんかちらっとツイッターでやっぱいじめとかに。うん、もうあり、まあ今、ね、あったみたいな。小学校時代は本当に絵に描いてる、それこそまあ低学年ぐらいまでかな、高学年になったらまたちょっと異質になってきたんだけど、うん、小学校低学年ぐらいまでは本当に絵に描いたようないじめられっ子で、うん、でもね、なんかほら、いじめられる方に原因があるっていうのは良くないみたいなこともあるかもしれないんだけど、うん、やっぱりね、多少のね、やっぱり要因はあるんだと思うっていう自覚もある。火はないけど、火はない。トリガーはないのか。なるほどね。そういう理由だからっていうのはあって、でもそれは、火はないわけじゃない。だから、だけど、それの自覚もあったわけよ。うん。うん。だから、まあ、仕方ないな、みたいなところもあったりとかして、ちょっとね、小学生からしても、定年をね、知ってしまったっていう。うわー、定年不死眼がですね。そうよ。とかまあ、しょうがないよね。でも結局そこで合わせるってこともしなかったもんだから、すごい、いや、うん、合わせらんないわけよ、結局。でも合わせらんないから、ね、その達観みたいなのってこういろんな創作の源につながったりするようなものでもあったりするし、ね、いや、だから結局やりたいことをやるっていうところがそっちに行っちゃってる部分は確かにあると思う、うんうん、どういうような人とか、仕事とかよりも好きなことやるみたいなところ、うん、いや結局何をしたってこうなるんだったら好きなことやろうみたいな、うん、あ、なるほど、いやいや別に、でも逆にね、なんかほら、うん、早熟だったっていうのもあるんだけど、あ、早熟、まあ、まあそれ肉体の方じゃなくてね、肉体もちょっと早熟だったんだけどその辺も聞きたいかななんかね、小学校高学年になるとちょっと計算高く、あ、この人たちはこういうことすれば喜ぶし、うん、こういう風な逃げ方すればっていう、うんうん、あ、先読みして回避する、うん、だから、変は変のままでいるんだけど、それ逆に特別の方に持ってっちゃえばいいんだ、うん、計算を、うん、で、うん、逆にすごい、なんて言うんだろう、特別だから下じゃなくて特別だから上って見せちゃえっていう、うんうんね、なんかちょっとね、ずるいことでいいようになってきた、いやいやいや、いいと思う、うんうんうん、だなんかさ、本当に世の中のいじめられてる子のうち、そういうのが不器用な子は本当に悪い方に行っちゃうんだけど、うん、そうだね、集団って実はさ、ちょっとその特別なものをどう扱うかを、うん、ちょっとなんかね、こう矛先変えてやると意外といい風に扱われたりするんだよね。なるほどね。なんかね、変な話、うん、そこを武器にしちゃうと逆に、うん、あいつだからしょうがないよ、うん、なんか特別扱いが許されるようになってきたりもするわけ、うんうん、でそこをね、うんうんうん、結構うまく使うようになったのが小学校5年生ぐらいで、すごい、小学校5年生でもそういう、大人っていうよりもまあ、だから多分いろいろね、割と作詞だった、うん、でもね、いろいろ考え、やっぱりね、子供なりにいろいろ悩んで考えてた末なんでしょうね。それもしんどいわけよ、うん
割と、まあ、だってどこかではさ、その孤高な部分ってこう大人だったらいいけど、また子供でここを楽しめるってよっぽどの玉じゃない。すごい ね、 ね、うん、でもね、割とね、変な話、そこはね、うん、苦でもあったんだけど、うん、人の方がまだ心地よかったわけ、うんうんうん、なんか どんなところが、そのこう例えば誰かのこう 目、うん、なんだろう、目につくっていうか、なんかちょっとこう一工夫して体操着にちょっとコンサージュをつけていたりしたわけじゃない。そうや、小さなおぎままじゃないんだからさ。いやなんかコサージュはつけない。コサージュはつけないけど、でもなんかちょっと違うことをわざとしてみて、そこの方がかっこいいとか特別。やっぱちょっと目立つことっていうか、そういうのは好きだったんですよね。好きだった、うん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 。小学生の頃からちょっともう私服がおしゃれな子って出てるよね、はっきりね。うんうん、いる、違うもん。同じもの着てるのに。そこで負けちゃうと、なんだあいつっていうになるんだけど。どうにかするとね、まあってなるんだよね。うん、ね、山梨ってやっぱ岐阜もそうなんだけど、うん、内陸の保守ベースの空気なんだけど、そっか、うん、でもそんな厳しいというか意地悪って感じでもないから、多分そこで強気にピシャッと見せちゃえば、そんな攻撃もされないのかなぐらいのイメージはあるかな。まあ、6、7年通っただけで言うのもなんだけど、多少そういうの、どうしても文化っていうのは、全国ね、やっぱ取材で回るとね、いろいろ感じるところあったんだよね。そっかそっか、なるほどね。あ、あのね、ゲイバー巡りのやつね、聞いて結構衝撃なところとかあったよね。まあ、企画したのが、私割とゲイだって自覚したのも、小学校5年生ぐらいで。うん、あ、もうその頃に、それもあったから、それって、きっかけ、同級生とかを好きになったの、うんうん、きっかけは、いや、私ね、どっちかというとその恋愛よりもエロの方で気づいちゃった、うん、はいはいはい、なんか、そっちの方がなんか、エロ本がどっか落ちてたんですか、なんか、そうそうそう、上吹き側とかとか、ほら、私の世代なんて野原とかに落ちてた、はいはい、落ちてました、落ちてました。あれさ、なんでなんだろうね、うちら世代のあるあるじゃない、うん、学校の近くに落ちてるとか、うん、林とかさ、あれ最近落ちてないよね。最近ね、ないわよ。廃墟のマンション、アパートとか落ちてたね。誰かがさ、別に買ってもいいわけじゃない、うん、や、草むらで見るんじゃないかしら。違うか、ね。なんかね、捨てる場所がなくて捨ててたのかしら ね、 ううね。草むらとか、あと川のね、土手とかにあった。うんうんうん、あれ、その中の男の方に目がいって、だから誰かを好きっていうので気づくっていう、うん、その恋愛の方のドキドキよりも、なそのエロいものを見た時に、うん、あれ女の方見てね、へ、うんうん、それで気づく、すごいすごいですね、うん、うんうんうん、だったんだよね。へえ、じゃあその性衝動がむくむくとね。計画したのもそれだったから、うん、でもさ、やっぱりさ、言えないじゃない、うん、小学校ね、中学、田舎にいる頃なんて、うんうんうん、気づいちゃった手前、そこも悟られちゃまずいっていうのもあって、うん、ますます興味が割と。なるほど。そうすると逆に周りは周りで、なんかこう、孤高の人みたいに見るよね。まあ変わってるっていうか、まあ、孤高の人、そうですね。入れない寂しさとかもあるんだけど、踏み入れられちゃ困るから都合いい、うんうん、ああ、なんか分かる。やっぱ星先生ぐらいいろいろ突き抜けた表現をする人でも、うん、その時代、うん、そういう場所に住んでると、そのことを知られた時には絶対やばいみたいに、こう、うん、そこはっていう気持ちになったね。だってね、子供だからね、うんうん、いや、だからやっぱかゆみ社長ってすごいなと思うんだよね。小学校に危機としてバラ族を持ってみんなに見せたっていうさ。あの人はおかしいよ。頭おかしいよね。おかしいとか言って。いや、あのね、なんていうの、それでよくある聞く話でさ、ほら、気づいちゃって罪悪感とかっていう話とかよくあった、うんうんうん、そういうのはなかったわけ、全然。うん、一切。だけど、これは世間的にはまずいことだと、うん。それですよね。うん、自分が、悪いものと思ってしまう人もいるけど、そこはないけど、うん、そこは全くないけど、周囲に見せたらなんかいけないことにされるって、無理だし、そう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 、それすごいわかります。そっちだよね。だから自分が悪いとは思わなかったけど、うん、これどうやら、うん、どうぞって言えることじゃないなっていう自覚はあったから、あれ
なんででしょうね。なんかちゃんと子供でも分かるんだよね。分かるんですね。なんかこれ親には言えないとかね。うん、だからさ、自分が悪いって思っちゃう、うん、その心持ちは私はちょっと分かんないんだよね、うん、逆に。自分は否定になっちゃう。自分がそのタイプじゃなかったから。サセちゃんどっちだった？自分も悪いとは思っちゃわなかった。それはね、思わなかった。ここじゃ3人共通で、言っちゃまずいけど、自分が悪いわけじゃないっていう感じだ。うん、そう、そう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 。なんかそこを言うと、そうね、親に悪いみたいなのは、なんか思ったけど、うん、でも自分が悪いと思わなかったって、なんか、反省してんだみたいな。反省して。なるほど。幼少期はそうだったんですね。うん、やっぱりその、大人になって、東京っていう場所に出て一気に花開いたタイプ。花開いたし、花開かせようと思った。うん、東京デビューだ。うん、もう、まさにそうで、でもちょっと、さっきも言ったけど、違う認識で過大な期待しすぎちゃったもんだから、うんうんうん、1丁目は、あ、違うってなっちゃったんだよね。へえ、確かにあそこはまた特に当時の2丁目は、うん、こう隠れて男同士の恋愛と欲望をぶつけ合うところ、うん、だから、ね、だからこの女装あるあるの女性性を出したらそれだけでやっぱすごいこうヒエラルキーの下に行くこととかも含めて割と嫌な部分も多いところよね言っちゃうとなんだけどさ、うん、今はね、ま、ね、うん、そうそうそう、フラットだけど、ね、散らされたよね、うんうん、いろんな店もできたし、うんうんうん、ねえ、なんか未だにね、未だにというかちょっと前までね、私あのなんだっけ、お店に友達の紹介で入ろうとしたらなんかすいません、あの髪が長すぎるんで入れませんって言われたことがあったんですよ。いう転居びっくりして、なんか、単発の人しか入れませんって言って、うん、で、もう、私、そんな店な、願い下げだっつって、うんうん、私は行きたくなかったんだけど、まあ、こっちの友達の顔を立てるために、もう、なんか、友達が、すいません、そこをなんとかって、そこをなんとかって、なんか頼み込んでて、こう、オールバックにこう、引っ張ってたりして。そうそう、お前らビール飲むかみたいな。でもさ、ほら、お店とかだとさ、うん、いい悪いじゃなくて、そういうコンセプトってところもある、ね、そうですね。それはありますよね。そうそうそう。そうね、そうね。運動しならいくらでもなりますよ、と思って。いや、それも一緒だね。いや、それで、その、入れたのは入れたんですけど、うん、で、びっくりしたのが、中に、確かに、その中にいる人みんな短髪なんですけど、もう、桃江の歌でくねくね、もう、大ねとかが熱唱してて。ここはいいんだ。だから、あ、とにかく単発であれば何でもいいんだなと思う。そうそうそう。単発おねえは OK なのよ。そうそうなんだね。だから、面白いね。面白いよね、本当ね。うん。いや、だから、まあ、いわゆるね、こう、ファンタジーって何かって言ったら、本当の男性性なんかじゃないんだなっていうのはすごい思うよね。うん、そうね。面白いよね。失礼しました。でもね、そんな先生が、佐世子先生もね、佐世子先生で、佐世子さんも初期の頃から優しくしてもらえたって思い出があるように、意外とすごい最初期のアッパーキャンプイベントとかにもゲストで出てくださってるんですよ、さ。あれ、キャンプ95かな？ 95 か96のどっちかだと思う。私、でも、佐世子とかブルさんも、うん、初めましてって何だったんだろう。私ね、ホッシーね、初めてね、うん、映画祭イベントの、うん、こう、女装コンテストみたいな時に、私とかが、うん、あの、ペドロ・アルモドルバル監督の衣装で、あそう、出た時に同じ出場者にホッシー先生がいたの覚えてます。ああ、そこ。なんか、カラフルな風船つけたような感じの衣装だった。あの青山のスパイラルですか。あ、それは時はね、デライトでやったんですよ、ね。あ、デライトで、ね、うんうんうん。なるほど。先生、あれだろう、なんか一方的に見てたイメージだから。サセちゃんはもうちょい後じゃないかな。うん、後だと思う。だからあの本当にすごい大箱でやった時。うんとかに口を聞いてもらえて、うん、あ、なんか、ホッシーさんと話せたみたいな、そういう感じだったと思う。そう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 。私は相当まだ、本当にホッシーが
で出した頃のそういうイベントでご一緒して、で、あ、なんか優しく対応していただけたわって思ったっていうのもあって、うん、周年イベントのクラブイベントの時に、うん、あの、お願いしてみたら心よく出ていただけた、うん、多分95だと思うんだよね、うん、じゃあ私まだいないから、そうだね、うん、でも私サケちゃんは、うん、多分あの、まあ、ブルさんと知り合いになった頃に、うん、ブルさんがほら定期的にイベントやってたじゃん、うんうん、アッパーキャンプ、うん、あそこでお芝居とかやってたじゃん、うん、はいはいはい、あれで多分デビューだかなんだか舞台だったのを住みに行ったのが、うんうん、見ちゃった肉じゲブミさんもサセちゃんも多分舞台で最初に、うん、あ、舞台デビュー、そっかそっかそっか、そう、あ、やっぱ女優としてね、サセ子さん多分あれじゃない、女装サソリの時とか、そう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 、サソリとかそうかもしれないね、うん、そうだね、最初のセリフが血迷ったか、だからでもちょっともうちょっとその前にね、あのな、羅刹の家とかをなんかやってたりとか。それじゃああれかもね、あの、うんうんうん、アッパーキャンプカフェって、今のキャンピーバーでやってたちっちゃいバージョンだね。そっかそっか。だから先生に見ていただいたのは、その女装サソリとかどっかなのかもしれない。なんとなくね、うろ覚えだけど。ね、で星井先生は当時から、それこそさ、あの今じゃお二人とも女装になってしまったレイチェル・ダブルさんとモンドさんが、お二人とも、うん、ね、モンドさんもあのほら有名なヒゲ女装のモンドさんが、うんうん、そうだね、うん、二人ともイケメン男性ダンサーとして両脇にいて、そうだよね、それでユーリズミックスのショーとかやられてたんだよ、あ、懐かしい、懐かしい、覚えてる、やっぱ見てるのは見てたからね、うん、そう、ね、なんか舞台に立たれるだけで、あの、うわ、あの、歓声がすごかったね、星さんは。もう本当に。やめてよ、褒め殺し。いや、本当、本当。いやいや、本当ですよ、もう。怖い怖い。いや、もうなんか、like a virgin hair, yeah, もう今だけ。なんとね、その時代時代のディーバを、だってガガ様まで、ね、やられてすごい。いや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 、そうね、でも確かに時代のディーバ大体抑えてる、ね、うんうんうん、うん、本当にね、それがね、うん、すごいと思う。でもそんなホッシーと私たちは、はい、意外と仲良くバスツアーとかも行ってるんですよ、うん、覚えてますか、サセコさん、テニスとかやってたじゃない、あれサセちゃんいなかったっけ、いたいた、だっていました、いたよね、うん、サセコもいたよ、あれ覚えてない、夜の部とかバスガイドの部とかに分かれて3人ぐらいで助走して、サセコさん夜の部で無知で叩かれたりしてた、分かった、アムリタちゃんかなんかね、違ったっけ、あ、違うかな、うん、あ、やったやった、あの SM やられた、なんか廃校に泊まったやつよね、なんかとりあえずテニスコートでホッシーがはしゃいでたのは覚えてる、なんか助走でテニスして、懐かしいね、なんかみんなああいうね、なんかクラブとかで遊んでた人たちがバスでどっか行くとかって、やっぱ健康若さだよね、うん、いや若さだと思う、だって今そうね、ショーが終わったらもう、うん、もうすぐ帰っちゃうもんね、ね、楽しかった、でもね、あの私と会社長とは、うん、星先生割とつい 2年前にね、ニューヨーク旅行をご一緒してる、見ました、ニューヨークのあのすごい素敵なお召し物でも、いやいや、ザ・ジャポニスム、ありがとう、あれも割と近隣の話が来た話だったんで、うん、あれが用意したっていうわけでもないんですよ、そうなんですね。そうそう、もともと持ってたものだけど、まあやっぱり日本で行くなら、うん、日本の感じでっていう、うん、あのちゃんとオファーもあった、うんうん、へえ、素敵。あれ、なんか大きい車、バスみたいな。そうそう、あれ、なんか、なんていうか、ハイデッカーとか言うんですよね、うん、あれ、確かに。あ、そうだっけ。うん、なんか、巨大なバスで。なんか、普通のね、上にも乗れて、軽トラみたいなじゃなかったから、うん、あの、すごい、うん、あれで本当はさ、両脇の大観衆にね、おう、ジャパンとか言われる予定だったんだけど、うん、なんかすごい、出発時間が6時間遅くなるってあるんだけど、もうね、深夜11時半になってたのよ。それで、もう、さすがに周りも誰もいなくなって。
あの酔っ払ってなんかフラフラって撮ってる人におーとか言われるぐらいだったでも自分たちではすごい楽しかったですよね。楽しいだろうね、うん、もう私本当にあの羨ましいなと思った、あの記念すべきね、うん、ストーンウォールのからの50年だっけ、うん、うん、50周年にあのねえ、ニューヨークを練り歩くっていう、まあ、節目に行かせていただいた、ね、本当にありがとうございますって感じ。あの時期あのニューヨークの空気をね一緒に味わえたのは最高で、ね、素敵で、逆にあの後やれなくなっちゃってるわけじゃない世界、そうだよね、そうなんだよ、ね、今年はちょっと小規模でやられたみたいだけどね、うん、とね、わ私も若い頃に本当そういうのに参加ね、したい、したかったんですけども、元気もないし。本当だよね。佐世子さん、なんかこれからさ、新興国のアジア系のパレードとかに今から行って、うんうん、あ、ちょっとベテラン、ベテランブルってのどう？ベテラン風吹かせてね、そうそうそう、あの、インドとかどうかしたらまだまだだと思うけど、ね、オムドーパーですって言って、ありがとうございます。いや、もう、そうね、韓国にもね、ぜひ行きたいなと思ってます。あの、韓国はでもなんかすごいんですよ。あの、市長広場っていうところで、あの、イベントやってる周りで、キリスト教の、あの、怖い団体が地獄に落ちろって言ってるので。地獄に落ちろって言われてる。本当にお前たちは地獄に落ちるっていう、すごいシュプレヒコールとか上げてる中、黙れみたいな感じでやってるらしくて。でもちょっと参加してみたい。やっぱり強気なお姉さんがそこで負けずと踊り狂う。やってそうやってそう。ちょっとポロってね、もうポロってしちゃう。うん、まあそういうことするからダメだって言われる。一緒にするなってまた、ね。そうそう、ああ、怒られちゃう。でもなんか本当に。女装同窓会みたいな団体でマルディグラとかになんかシニアの部とかで行きたいです、ね、レジェンドクイーンズ、レジェンドクイーンズやりましょうね、先頭に、そうそうそう、うん、ボロボロで、さっき言ってたけどさ、もう夜もしんどくなってきた世代じゃないですね、もう数年前よ、うん、ほらブルさん、うん、昼間にやったごっこ、うん、はい、うん、あ、いいわと思った、よかった、そう、あの最後のネタが私たちが一緒にねこう、うん、作りをしたネタがまさに、うん、もう夜のクラブイベントで踊り狂うのしんどいから、うん、お昼にお客様着席で劇を楽しんでいただきましょうっていう大衆演劇的なねコンセプトで始めたごっこで、うん、ホッシー先生には大女優ならず大女装の役で出ていただいたんです。そうそうそう、もうあれ大好き、あれ本当楽しかったの、嬉しい、いやなんか、いや、ねえ、ね、なんかいやいややられてんのかなと思ってたらそんなに喜んでいただいてた、いやめっちゃ楽しかったね、本当、あとあれね、あの何、中学生男子役から挑んでくれたゴーゴーボーイのね最長老にあたる万太郎さんも、うん、超楽しかったって言ってくれて、あ、っやっぱこの世代はこういうことが向いてるんだって、うん、よかった企画してって思ったもん。あれもっとなんかこう定期的にやってもいいのにとか思って、嬉しい、あ、でも本当コロナのことがあったからできなくなっちゃったんだけど、うん、この間バブリーナさん出ていただいた時に、うん、落ち着いたらごっこ総集編また出てねってお願いしたとこなので、うん、したらもう大女装役はまた大変即答でお願いします。もう好き、なんか星瀬先生の、あのもう出てくるだけでね、そうなの、存在感がなんかあのイベントの後サムソン高橋がこう、うん、ツイートであげてて、あの、うん、どこを撮ってもモデルのように撮れているホッシーさんと、どこを撮ってもおかしなことになってる佐世子さんって対比してあげてたのね。あ、見た見た。あれでも本当なんで連写してもホッシー先生全部綺麗なのに、私ちゃんと構えて撮ってくれてんのに、なんかこんな顔で、そうそう、なんだろうね、半目だったりとかね。そうそう。あ、もう逆の意味のフォトジェニックよ。そうよ。逆の意味もジェニック超えてるよ。フォトマジックよ。うん、逆に持ってる。ねえ、どうしてそこいいとこ取ってくる。いやいや、あ、私だって綺麗に写りたい。あ、そうなの。そうだったんだ。ちょっと待って。いや、ほら、だってさ、なんかもう若い子たちは若い子たちでもう夜の方バーって出てきてるからさ、うちらは昼間の方のやつってのがなかったから、うん、そうですね、そこはそこで狙いどころよ。うん、
うん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 。ね。そうですね。だってほら、お客さんももうね、年取ってきちゃってる人もいるわけだから、うん、あ、昼に座って見られるなら行くよって、ね。そうそう、お客様にも優しいよね。うん、アラフィフの芸のね、実は女装好きみたいな人でもうすでにそういう人いるじゃない、うん、何人か、うん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 。人には愛されてるよね、ああいう、ね。そうね、毎回ね、見に来てくださる方もいらっしゃるし、ね、いやー。四半世紀前からさ始まって、うん、つい最近まで最終的にやっぱり仕上がりは全然違うままに共演はしてくれるってありがたいことだよね。それがね、あの貴重ですね。あれ仕上がり違う？最後、いやもう佐世子さんはやっぱそっちをずっと死守してほしい。いや、どっちどっちどっちね、というわけで、あの、はい、一夜目はね、あの昔からのね、はい、少年時代の思い出から私たちとの絡みをお話しいただいたんですけれども、はい、次回水曜日は、先生といえば、星先生といえば、うん、豪華な衣装を作られるね、衣装デザイナーさんでもありますので、その辺のお話も伺っていこうかと思います、はい、ジョソラジはキャストの皆さんが自宅からリモート会議システムで集まって収録をする手弁当なネットラジオ番組です。ノイズなどの音声トラブル、家族や猫の声、恥ずかしい音などの混入はご容赦ください。生放送企画などの最新情報、お便りの送り先はツイッターのジョソラジアカウントをチェックしてくださいね。ポッドキャスト、スタンド FM、YouTube などお好きなメディアからいつもあなたの耳元に。それでは次回もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。ジョソラジ、ジョソラジ。